結論は勝手に決めました。勝手に決めました。I really wanted to name him Takahiro. 絶対ありえないって言われたね。ちょっとコメント欄で言ってほしいんですよね、皆さんと。つけれないが多かったら勉強になるし、私も。つけれるが多かったら。すごい聞かれる。あ、そう。あ、そうそうそう。まず、なんでつけてなかったの？アレックスの名前を決めるときに初めて知ったのが、そうだね。日本って結構ね、名前をユニークに作り直せる名前、呼び方だったり漢字を当て字にしたり、そうそう、クリエイティブだよね、結構クリエイティブでできて、うん、で名前っていうのは親が初めてプレゼントできるもの。いざアメリカの方の文化を調べてみたら、名前に関してはもうあるもんをつけるみたいな。海外の人たちはクリエイティブって勝手に思っとったから、うんうん、初めてそこでね、うん、ちょっと面白い文化やなっていうの。そうだよね、めっちゃ悩んだよね。最初はね、日本語って思ってたんだよね。僕は違う、僕はもうもともと、私結構まずは私がね、タカヒロが好きだった。I really wanted to name him Takahiro。 だって私の大好きな人だし、 It's a cool name Takahiro、 どっちでもかっこいいから、 It's a good name、 you know? だからいいねと思って、まあ、タカヒロ絶対ありえないって言われたね。もうないないない。確かに向こうはなんとかジュニアって言うじゃん。ジュニアじゃなくても同じ名前つけても大丈夫。日本はひいじいちゃんとかじいちゃんの名前を息子孫につけるとかならありえそうやけど、親父と子供の名前を一緒にするのはなかなか聞いたことない。本当にタカはね、何でも大体どんなクレイジーなアイデアでも付き合ってくれる方だよね。いいよってな、いいよってやってくれるけど、そこだけはね、僕の名前を僕の息子につけないでよって言われて、いやなんかね、そこね、なんかそうね、そこだけは本当に譲らなかった。理解できないね。未だに理解できない。いいじゃんと思うね。タカヒロとタカヒロ。なんて呼ぶの？タカヒロを言われた瞬間に振り向くんよ。OK, so, あ、ごめんね、パパの方だねって言えばいいじゃない。全然あり。アメリカはね、全然ありだけど。もうそこはもう既にニックネームをつけないからですね。いや、じゃなくてもいいけど、でも、You have a beautiful name. 同じ延長線で、オリビアは愛車でもよかったかなと思ってた。正直ね。それはあれじゃないの、もう考えるのを放棄してるんだよ。違う違う違う、本当に they're both beautiful names like Aisha and Takahiro。 OK、 綺麗じゃん。日本って結構考えるよね、子供。いや、考えるよ、何言ってるの、軽くないよ。違う、何言ってるの、考えてるよ、私たちも。私が思うのは、大好きな人の名前、しかも強そうな名前、強そうな感じだから、考えるのはあれが違うもんね、うん、もうとりあえずリストアップしてね、あ、確かに、ね、考えてない。日本人だったらリストアップから始まらないの？どこから始まる？学生から始まるでしょ、まずイメージをね、どういう子に育ってほしいとか、なんかこうあるよね、イメージがあった上で、それに合った強くてとか明るくてとか、そう、それに合った漢字を選び出して、響きとか選び出して、その後画数をね、まあ画数気にしない人もおるしね。いるんだ、あまり見たことない。みんな結構、いや、うちの親は気にしてたみたいやけど、うん、私周りもみんな気にしてる。僕も気にすると思う、やるとしたら。そうなんです。結構いろんな角度ね、まずイメージ、そして本当クリエイター。That's really creative。やっぱりアメリカ人クリエイティブじゃないっていうこと。だから俺ビビったんです。で、私はね、本当はユダヤ系の名前をつけたかったね、アレックスに。Nathan or Joshua、Benjamin、yeah。本当に Aaron。Aaron はね、即答アウト、元彼氏の一人の名前だから。でも一番綺麗な名前を Aaron ね。It's beautiful。しかも女性、男性関係ないから、もう本人がね、どうぞ扱って本人に任せて、っていうことだから、エレンすごいいいなと思った。でも元彼氏いるって言っちゃったから、もうそれなしでしょ、意味が分かんない。そんな話は We did、ね、これはね、若い人に言いたいんだけど、アリシャのイメージが悪くなるけど、いっぱい彼氏が過去にいると、将来の息子とか娘の名前決めるのがすごく難しいってことが分かりました。すいません。あ、でもそれを気にするのは多分俺ぐらいだと思うよ。元彼を、名前は嫌っていうのは嫌だったのかな、覚えてないけど嫌って言ったよ。 No, you put a stop to it。 言ったような覚えが、エレンとレイも、それでキャンセルになったと。もうソフトね、ダメみたいな感じで、また戻って、何も連絡取ってないし、何も関係ないのに。そうそうね、ジョナサンよかったけど、ジョニーがジョナサンって。私がそれでいいって言ったよね。あ、いいじゃん、だって多いこと、ジョニーかどうかわからないし、ジョン、ジョナサン、ジョニーいっぱいあるからね、ニックネームとか、まあニックネームっていうか、ショート、短くできるでしょ。でもジョナサン、すごい綺麗だよ、ジョナサンっていう名前。でもダメです、ね、会社の甥っ子、
でもうち逆だよね。あ、近くにいるからこそいいなみたいな感じで、そう。な文化の違いなんだ。そうだよね。そう、日本の名前の話か、うん。そう、なんで日本語の名前つけてないって。そう、結局日本語の名前、え、なんでタカは日本語の名前つけたことなかった？僕はもうカタカナで書けるんだから、なんていうの、その、にアメリカに行ったらアメリカの名前、日本に行ったら日本の名前っていうのが、うん、まあ必要ないんじゃないかと単純に思っただけ、うん、正直ね。なんか複数の意味は、これもアメリカの文化かもしれないんだけど、あのアイデンティティだね、うん、あなたは日本人だよ、アメリカ人でもあるよ、ユダヤ人でもあるよっていうことだから、そういう意味では2つがあってもいいんじゃないかなってダッドと私がずっと思ってたんだよね。両方とも欲しいと思ってた。本人じゃない、日本人半分だから、なんかでもだから、まあ、ラストネームだからこそ1個でいいんじゃないと。要は名字は名前がカタカナだろうと英語の名前だろうと日本語の名前だろうと、要はアレックスはアレックスじゃん。まあ、うん、そこにあえて孫三郎をつけんでいいんじゃね。 OK, nobody said 孫三郎。うちの親父がずっと孫三郎って言ってたんだよね。僕はもう川上っていうのが日本語にあるから名前は英語でいいんじゃないと思う。あ、そういうことね。あ、普通にね、もう本当に覚えてないんだよね。私唯一覚えてるのは高博許されなかったこと、それだけ覚えてる。あれショッキングだった。でオリビアの時もやっぱりもう英語に、そう、あ、そう、オリビアの時は合わせたいと思ったよね。一人は日本語の名前、一人英語の名前じゃなくて合わせたいと思ってたから、もうオリビアはやりやすかった、最初はね、選びやすかった、まあ英語の中から選ぶみたいな。でも最初はアレックスの時に結構悩んでたから、もう男ができたらオリビア、女の子ができたらオリビアって決めとった。意外と二人目はね、若は早かったね。そうそう、アイシャは3個にならなかった。だって私タカヒロしか好きじゃないって、もうそれだけって思った。あとケイスケ、ユウスケ、あれスケケはすごいいいなと思ったけど、漢字もどっちも綺麗だし、だって綺麗じゃない漢字もないし、本当に日本語だったら響きしかないね、私が選びにくいと思って。 They're all beautiful。 でも日本語だったらタカの名前がいいかなと思ってた。だから、はい、ということで結論はタカヒロがわがままでしたので、はい、勝手に決めました。勝手に決めましたっていうこと、名前は、まあ、一応話し合って話し合って結果、妊婦さんこれぐらいの人でもうきついと思ってる人にこれもする、これにする、これにするって言われたらもう考えられないと思うよ。まあ、タカヒロとアレクサンダー、まあ、だったらそれはアレックス。ちょっとコメント欄で言ってほしいんですよね、皆さんと。パパがタカヒロで、息子にパパタカヒロっていう名前つけれる人、つけれる人、つけ、なんだろう、自分ならつけれる、つけれない、それだけで、つけれないが多かったら勉強になるし、私もつけれるが多かったらということで、はい、ということで、こんな話でした。はい、こんな話でした。もしあと何か質問があれば、あ、コメント欄で言ってくれれば、これね、あの、します、そうそうそう、ぜひテーマ募集します、ね、ぜひぜひお願いします。はい、では、はい、ではでは、バイ、 See you, See you.